LH プラットフォームは1980年代のクライスラー系プラットフォーム以降で最もよく知られたクライスラー車の乗用車用プラットフォームである。LH プラットフォームはアメリカンモーターズ社が開発したルノー車由来のイーグルプレミアと遠い遠赤関係にあった。LH カーは大部分の米国の前輪駆動車とは異なり縦置きエンジンの前輪駆動車であった。 LH カーは軽プラットフォームを元にした多くの C ボディ車を代替し、より真っ向からフォードトーラスやその他の中型車と競合した。LH カーは1993年に発売され1998年にモデルチェンジされ2005年モデルから後輪駆動の LX プラットフォームにとって変わられた。クライスラー車は LH カーのキャブフォワード構造の先進性を宣伝し、 クライズラー LHS 世代にこのプラットフォームの名前さえも付けた。この外観は一つの重要な設計上の要素を決定した。LH カーは前輪駆動車ではより一般的な横置きエンジンではなく縦置きエンジン形式を採用しており、この配置のために設計陣はオートマチックトランスミッションと前輪の作動装置をチェーンでつなげなければならなかった。これは 初代のオールズモビルトロネードを思い起こさせた。横置きエンジン形式では通常、エンジンとトランスミッションをつなげるのに、チェーンが使用されているためだ速度の走行ではより、大きな損耗と騒音をこむることになる。LH プラットフォームとエンジンの設計は、アキュラレジェンドをベンチマークとして設定していたが、最終型の LH カーはレジェンドより大きく、軽量な車に仕上がった。当時は、 LH カーが最後の希望であるという噂があった。これは、クライスラー社の将来の先行きが、怪しい状況下で同社の技術人が、自分たちが革新的であると考えることを自由にできたからで、あった。全般的に、LH カーは、クライスラー社にとり大成功作といえ、1990年代の他社の自動車デザインにも、キャブフォワードという影響をもたらした。 LH カーは1980年代に軽カーがそうであったのと同じように1990年代にクライスラー車を破産の危機から救った救世主であった。第一世代の LH カーは既存の3.3リットルオフ V 型6気筒エンジンと3.5リットルサイチェシー V 型6気筒エンジンに4足のオートマチックトランスミッションを使用していた。 1> 第1世代の LH プラットフォームを使用していた車種は、本来クライスラー車は、プリムスの1車種に LH プラットフォームを与えプリムスアコレードとする、寸前まで行ったがアコレードは生産されることはなかった。すべての車種のホイールベースは113インチであったが、LHS とニューヨーカーは、他の3車種に比べて、ボディコ部の造形が異なり、 全長がもう5インチ長く後部座席の足元により、広い空間を提供していた。第2世代の LH カーは2.7リットル DOHC、V 型6気筒エンジン、3.2リットルサイチェシー、V 型6気筒エンジンと改良した、古い3.5リットルエンジンに4足の、オートマチックトランスミッションを使用していた。第2世代の LH プラットフォームを使用していた車種は、 すべての車種のホイールベースはサイド113インチであったが 300M は全長を5メートル以下に抑えるために前後のオーバーハングが削られておりコンコードイントレピット LHS に比べ全長が数インチ短かったロバート・ライヒの1992年の公共放送サービスでのミニシリーズ内で放送された1話メイド・イン・アメリカで 登場するまでとその後の LH カーの開発と、クライスラー社の破色を改善するために、LH カーが果たした役割について焦点が当てられた。偽装を施した、タッチイントレピットが、クライスラー社のテストコースを走行する姿や、コンセプトスケッチ、その他の裏方の仕事が紹介された。ありがとうございます。